プロボクシング WBA 世界バンタム級タイトルマッチ王者、井上拓磨、大橋、12回戦、同級2位、堤誠也、門江美宝石、2024年10月13日王者、井上拓磨、大橋東京、有明アリーナ。プロボクシング WBA 世界バンタム級王者の井上拓磨、28イコール大橋、ガミッカ 3度目の防衛戦に向け横浜市内の所属ジムで練習を公開した。サンドバッグ打ちでは右ボディから左フックにつなげる強力なコンビネーションも披露。いつも通りスパーリングで仕上げて、コンディションもすごくいい感じに仕上がっている、と次戦に向けては78ラウンドを昇華するなど万全な調整ぶりを見せた。堤とは高校時代にインターハイ準決勝で対戦し、拓磨が勝利している。 堤の大学時代にもスパーリングを行った過去があるが、アマチュア時代の試合の記憶はもう12、13年前なのであまり覚えていない。ただここ最近の試合を見ても本当に気持ちの強い選手だと感じると挑戦者の精神面を警戒。その上で、圧倒して、しっかり返り討ちにして勝ちたい。と、オーバーパワードブロー、圧倒する一撃。 とプリントされたた練習技通りの圧勝劇を宣言したこれ以上ない超強力な援軍を得ている世界スーパーバンタム級士団体統一王者の兄直也とは仮想みとして連日マススパーで調整構えをスイッチさせる挑戦者の特徴を的確に再現しているといい直也とは約10ラウンド以上消化具体的には内容は言えないがもう手応えはバッチリ スイッチに対応する準備はできている、と充実の表情。父、慎吾トレーナーも、なお、なおや、がいろんな動きをやってくれて、たくまもいろんな動きに対処できるようにやってきた。相手のスイッチは気にならない、いかにたくまの距離でできるか、と勝利への自信を覗かせた。堤戦をクリアして WBC 王者、中谷うると、26イコール M、T、 との統一戦につなげるプランを思い描く。早ければ筒み戦後にも統一戦を希望し、決まればそれに合わせてやるだけ。ずっと言っているように中谷ウルト選手とやりたい。そこが決まれば気持ちも高ぶると目をギラつかせた。大橋会長も、筒み選手は強敵だが、キャリアでは託魔の方が上。ここをクリアして、みんなが望む、統一戦の道に進んでいきたい。 と次戦のビッッグマッチへゴーサインを出すまずは堤戦に集中してここをしっかり勝ちたいとくま日本人王者4人が占めるバンタム級での4団体統一へ堤戦は絶対に落とすわけにはいかない。